グロブナー広場の事件に何か進展は？警察が捜査している。うんざりするほどな。ライカンがインド連合会社の玄関口にいたとは。メイフェアも変わってしまった。あ、少しばかり発明品の様子を見てきます。あ、ご自由にご覧ください。あ、気になったものを手に取って。でも慎重に。テスラ、エジソンとは最近話しているのか？エジソンと私が話すことはもうありません。あんなバカ！随分古い。こんなものを使っていたなんてな。じゃあ反対。私には分からん。テスラ、考えたな。ガラハット卿。どうぞこちらへ。これはあなたのお気に召すはずです。これでエジソンの弱々しい直流もこの私が発明した交流電流に変換される。これさえあれば電気系統に負荷をかけて停止させられる。真空管整流器みたいなものですよ。真鍮の断層で構造を強化している。それに上質の革の形質器。筒の中には少量の水銀が入っていて、両方の水銀がきれいに揃えば使用可能になります。さあ試して。少しだけ面倒かも。ああ、素晴らしい。さすがだな、テスラ。あなたの貴重なご意見を頂戴できればと。さあ。SX84 マークスマンカービン。素晴らしい。あなたはいつもお目が高い。テレスコープもつけておきました。長距離にうってつけです。試していただければ大変光栄です。喜んで。
反動が大きいが問題はない。あなたにはいつも驚かされる。よくできている。お見事。音も抑えた方がいいな。すぐに取り掛かります。他にご覧になりたい発明品はあります？そそられるが戻らなくてはな。もちろん。あ、ラファイエット将軍に頼まれていたモノキュラーがテーブルの上に。渡しておこう。二手に分かれるぞ。イザベル、お前とラファエットは大通りを南から、ガラットと私は北から入る。フランス人はガラハートに譲りますわ。私に下心があるとでも？騎士のお手本のような紳士でいることをお約束しましょう。もっと経験豊富な騎士に守ってもらいたいものね。守ってもらう必要があったとはな。いいだろう。お前はガラハットと。いつか私の腕前を見せて差し上げます。きっとね。そのうちね。いいか、ここは反乱軍の縄張りだ。我々の侵入を知ったら奴らは怒り狂うだろう。メイフェアの証拠を頼りにまずはロンドン病院に向かう。まさか本当にライカンがここに潜んでいるとは思えませんがね。本気で反乱軍と反獣が結託していると。閣下はそう考えておられる。信じがたいかな。人を信じることあるんですか？信じる前に必ず疑え。これで何世紀も生き抜いてきた。気を抜くな、いいか。ここから先は忙しくなるぞ。ワクワクするな。盗っ人に詐欺師、犯罪者たちの巣窟だ。昔はこんなところでは。かつてはそこに教会があり、旅人たちがよく泊まっていた。私が生まれる前です。城壁すらない頃だ。今では匂いだけでホワイトチャペルがわかる。この世に変わらないものなどはありません。そうだな、オーダーでさえも。病院でお茶を。気を抜くなよ。よい。こっちです。肺が温かい。
ラファエット。起き上がれない。くたばってろ、クソ野郎が。変な場所だ。もう大丈夫だ、怖がることはない。あいつが切り裂き魔だったなんて知らなかった。普通の男だったのよ。昨夜また一人殺されたのか。知らなかった。そっとしておきましょう。知らなかったの。大丈夫、もう平気だ。ここを通っていくぞ。
中にその武器は持ち込めねえぞ。ここにいたけりゃ銃を置いてき。ごきげんよう。ちょうどコートをかける場所を探していたんです。よこしな。楽しんでいけよ。大丈夫ですよ。軽く中を調べた方が良さそうですね。ロンドンのゴロツキ、随分と組織立ってるな。上で待ってるわよ。またの機会に。今までにない体験をさせてあげる。そうだろうな。何なのよ、バカみたい。あら、彼チャーミングじゃない。ねえ、ちょっかい出さないでよ。私が先なんだから。お嬢さん方、私は何人でもお相手できます。まあ、やるじゃないの。あなた、ひょっとしてフランス人？バレちゃいました。まさか鼻のせい。そうなんでしょう。あら、お兄さんの鼻は素敵な鼻よ。よく言うでしょ、大きな鼻を持ってる人は。足でしょ、鼻もだってば。公爵、お遊びは終わりだ。急いで出口を見つけるぞ。ちょうどいいものがある。どなたか私のポケットの中に手を入れて。よこしな。それで十分です。十分すぎるわよね。では上に参りましょう。準備はできた？一生の思い出にしてあげる。さあ、こっちよ。こっちに。ちょっと、ちょっと、何してるのよ。そこじゃないわよ。あいつらどこで。そこにいるわ。お友達とね。おい、そこから出てこい。どうも。おい、おい。お許しください。ではムッシュ、どうします？
かだ。武器を持て、行くぞ。ラファイエット。面倒なことになったな。見張りを頼む。私は抜け道を探す。お任せください、ムシュー。短く2回、騎士は長く1回。本当は逆なんじゃないか。ほら、短いのは騎士用で、長いのは殺とか。どうでもいいだろう、とにかく注意するんだ。でも、騎士だとしたら、助けを呼んだ方が。万が一、あの悪魔どもがうろちょろしてたら、知らせるよ。もう、倒したぞ。いいぞ。屋根の上を行くのはもうよしませんか。そうだな。違う道を探すとしよう。ここから出られる。楽勝。あまり歓迎されてないみたいですね。注意するんだ。これ以上面倒は起こしたくない。
この女王は救われなかったようですね。